石鎮公は、大韓帝国、日本統治時代の朝鮮の法学者、政治家、官僚、全羅南道、中西南道知事、西四位、君山等、朝鮮王国系軌道に生まれる。日本に留学し、1902年に和仏法律学校を卒業する。卒業後、朝鮮に帰国し、法官養成所、慶状専修学校などで法律学の教官に就任する。 1906年、梅健次郎の韓国政府法律顧問への就任に伴い、その通訳及び不動産法調査会の調査員に就任する。韓国併合後は、全羅南道参与官などを経て、1924年に中世南道知事、1926年に全羅南道知事に就任し、1929年に退官する。その後、東洋拓殖幹事、 北斉首相社長などを歴任した。2007年、韓国大統領直属機関の新日反民族行為真相究明委員会は、朝鮮総督府の諮問機関だった、中枢院の幹部や巡査、報道関係者を含めた、新日反民族行為の第二期三次調査対象者110人を確定したと明らかにしたが、その調査対象者に、金当たる前、はじめ格。 金時券などとともに、一子人口の名前も上がった。東洋拓殖株式会社30年市、昭和人明治天第四巻連合ニュース新日、反民族行為者、第二期調査対象226人を確定。ありがとうございます。